糖化菌とは、カレれサ菌やその亜種である、納豆菌などの糖化作用を持つ、細菌群の俗称。変成後期性の有 o 指性肝菌であり、画法を形成しているので、熱、酸、アルカリに対しての抵抗性がある。糖化菌はアミラーゼを産生し、デンプンを糖へ分解する。そのためデンプンを分解できない、乳酸菌の増殖を促進する働きがある。 デンプンを主体とした栄養成分で構成される液体で乳酸菌を単独培養した場合乳酸菌は10倍程度しか増殖しないが乳酸菌と糖化菌を混合培養することで乳酸菌は培養後約100倍程度に増殖し料菌の間に強制関係が成立していることが証明されているこれは日本酒の製造における麹カビと酵母の関係と同様である 糖化菌の一つであるポリファーメンチカス菌には過敏性腸炎、海洋性大腸炎、クローオン病といった腸の症状の背景にある腸粘膜の炎症の治癒促進をする作用があり、コレステロール、中性脂肪の抑制作用も確認されている。また納豆を作るときに使われる納豆菌も糖化菌であり、乾燥した目方性菌の状態で存在可能で胃酸の強い酸性。 アルカリ性、熱や、タンパク質の変性の影響を受けずにほぼ100%安定した状態で腸まで届く。糖化菌は単独で成長作用、下下作用の目的で、日本では医薬品として使われている歴史があり、薬局で処方箋なしに購入できる。ジーソエトール、マイケロビスレターズ、40、151から160、1989。 瀬尾玄一郎ほか、医薬の門、31.2021993瀬尾玄一郎ほか、医薬の門、33.1561993立川隆博ほか、感染症学雑誌、72万1300.1998ありがとうございます。